次金山は愛知県北下た郡下に町にあった鉱山。元気年間頃、武田信玄が次金山を発見し、軍用金24万両分の金を得たという。天正元年に武田信玄が没すると、残党の与田兵部進が金掘り奉行として採掘を担ったが、与田兵部進は天正10年頃に津で死去し、次金山は放棄された。 1895年頃、上津村の古瀬金兵衛は、金鉱脈の路頭を発見した。1896年には、採掘に着手し、資産家である増谷の佐々木坊の協力を得たが、古瀬は、鉱山経営や、採掘技術に不慣れだったため、わずか数年で閉山となった。古瀬は、山梨県の事業家である安田光坊に鉱山を売却したが、 安田も資金力不足によって採掘を断念した。安田は東京都の医師である町田栄之助に売却し、町田は弟の町田昌之助に経営を任せたが、結局は頓挫して終わった。1917年には東京都の人芝坊が経営を進めたが、第一次世界大戦後の混乱期にあって、急山した。 1935年頃のトロッコ1932年には、倉田東四郎の指揮の下で、義手の藤代豊が新鉱脈を発見して、採掘を再開した。藤代は1908年9月11日に、愛知県八名郡七郷村の戸瀬に生まれ、1932年以降に、津久金山の義主や鉱山長として、金山開発に従事した人物である。 1934年4月には、資本金50万円で、次ぐ金山株式会社が設立され、富裕先行場や作動などの諸施設を建設した。同年には、国の重要鉱山に指定されている。1938年には、資本金を300万円に増資し、先行場や行動を拡張して、増産に励んだ。 次ぐ金山の最盛期は1938年から1942年頃とされる。最盛期には、行動の総延長が6000メートル以上、行動数が30以上となり、次ぐ金山株式会社の従業員は300人超を抱えた。1941年12月8日に太平洋戦争が勃発すると、金よりも鉄、銅、マンガンの需要が増し、 倉田東志郎は社長を辞職した。その後は原田千次郎や鈴木熊次が社長を務め、1957年頃まで採掘を行った。1958年には、借材や税金未納などで経営が行き詰まり、機械や工業権など一切が競売にかけられた。これによって、次ぐ金山の輝かしい歴史は終焉を迎えたのである。 線行場や職員住宅などの使用施設は、現在の下楽町津具技に使用区にあった。1976年4月1日には、新元孔が津ぐ村指定有形文化財に指定された。2005年には津具村が下楽町と合併し、下楽町指定有形文化財となっている。下楽町津具民族資料館には、金鉱石や鉱石をすりつぶした金すり石などが、保存されている。 すぐ金山周辺の地質は、下ら総群分布地域の北端に位置し、両家偏成岩、規定歴岩、砂岩、低岩、安山岩類からなる。次ぐ金山は日本に少ないアサンス水性鉱脈である。その鉱脈は、濃川高原を南北に縦走しており、各所に路頭を見せている。下ら町つぐあざみ出しという地名があるが、砂金を発見して採取したことにちなむという。 ありがとうございます。